治ったかも。あーすいませんくしゃみ危なかったー、くしゃみ急にちょっとくしゃみがくしゃみしてないよ。面白すぎる。どうも。そうだよ、動いたとしてもあんま変わらんっていうね。変わらんわ。昼配信珍しい。そっか、昼と言っても日曜日だからか。今日誕生日おめでとう、カズキンさん。だからか。
いた。まったりまったり。まったりです。一回こう落ち着いたら電波も落ち着くんだな。最初だけね、なんか途切れますよね。日曜の昼ってみんな使うもんね。日曜の昼はやっぱり一番まったりじゃない？私土日はライブとかイベント多いけど、日曜の昼までは明日のことは考えてない。夕方らへんから急にあ、明日ただいでございますって聞こえてきたらね、え？そう思ったらちょっとサザエさん登場がちょっとじゃんけんしてね。勝ったか負けたか、アイコンになったか。結果よりね、明日よ。でもなんか負けたらね、ちょっとじゃんけんでも負けるしみたいなループになるじゃん。まあじゃんけんだから三択しかないからね。
件あるよ。まあ、サザエさんはグーを出した、ね、自分はチョキを出したと。そうきたか、サザエさんはグーなんだね、まあ、自分もチョキを出しましたが、グーかーみたいな。って感じにすればいいよ。あなたはグーを出したんですね、私はチョキを出しましたが。そのちょっとグーを出すかチョキを出すかパーを出すか、まあ人によって自由です。ですがまあ出るを出すかは自由ですよの意味のじゃんけんね。で、アナさんがグー出して自分もグーを出した。そしたら、あ、同じでしたね。同じでしたね、珍しくみたいな。これは気が合うかもしれんな。サザエさんグー出して私がパーを出したと。そしたら勝ちましたと。勝ちました。やったー。それで日曜日の夕方終わりです。そんな日曜日の夕方でもさ、じゃんけんってさ、もうグーかさチキかパーじゃないですか。もう全部勝ちたい時はもうなんかこういう面白い。もうじゃんけんみたいな。ダメか。え、それ何。か、ちょっとここら辺にしといて、みんながパーだったら、でグーだったら、チョキだったら、ちょっと動くみたいな。あれ、なんか動いたみたいな。ここら辺動いた。え、それ、え、こうやって、え、グーか。じゃんけん
そんなことしてはダメですよ。わかりましたか？そんなことしてはダメです。ダメだね、ズルは。ダメだよ。笑っちゃった。サザエさんでこんなに笑うとはね。女の子って少しずるい方がいい。本当ですか？本当に？本当なんですか？怖くも好きです。好きなんや。好きなんや。ずるい人好きなの。あれよね、線が大事じゃない？線が大事よね。可愛さでしょ？可愛さの。かわずる。ずるかわ。ずるかわいいですよ。かわずる。違う。ずるかわ。ずるかわはなんか居酒屋にありそう。
鶴川と豚バラとみたいな。それって居酒屋とか焼き鳥屋さんとか結構多いよね、そういうそんなのあるんやみたいな。名前の説明してもらってもわからんっていうね。って焼き鳥屋さん行かんとわからんくないです。初とかさわからんのよね、結局どういうみたいな。一回頼んで食べてみんって。まあさ、ぼんじりとかさ、え、お尻みたいな。初はハートか。ハートじゃいかんかったん。ハートやったら分かりやすいんやけど。あ、そう、せすりね。あ、お尻で合っとる、ぼんじり。それは分かりやすいな。なんか柔らかそうやし。ハート、あれかもね。本当はハートやったけど、だんだん、うん。かもしれん。だんだん日本仕様になっていったんかもしれんね。ハートハーツってハツって。それは違う気がする。あ、すいません、違いました、ごめんなさい。違いますよ、さすがに違いますよ。ボット君の私がね、言ったことはね、気にしないでください。え、合ってる？え、本当に諸説あり？いや、そうなん？え、本当に？え、すごくない？初が生で初になった。え、本当に？え、待って、すごくない？え？もう諸説ありね。え、すご。まあいろんなのがあるんだか。笑っちゃいかんね。でもそう、本当だったら、本当だったら、いやちょっと笑うのはちょっとみたいな。本当に？ちょっとすごいんだけど。それやったらね、そうだよね、ぼんじりはそのまんまないやんみたいな。ぼんじりは漢字にしたらどうなんだ。あれ、ひらがなやけんいいけど。確かに、なんかぼんじりはなんかやっぱボンって可愛くない？ボン。え、ぼんじり、それ本当にぼんじり？え、本当に？どっちかによって変わってくるんだけど、どっちかによって変わってくるんですけど、そんな。じゃあ合ってるんだ。
せせりは？せせりはどこなの？パセリ？せせりパセリ？パセリ？もう諸説ありすぎ。首ね。首に肉をせっせって取ったもの。すごっ。へえ。せっせって取った。そういうことね。関西弁でね、ふいふいって感じで。首か。首ってことは硬いってこと？なんか。でも首ってやっぱ詰まってるのかな。首強いもんね。首詰まってるもんな。パサパサしてる？コリコリしてる？むにょむにょしてる。待って、いろんな下側がムニムニしとって中身がコリコリね。もうそのイメージあるかも。でも私焼き鳥屋さん行ってもいつもコーラかジンジャーエールかカルピスで、リアルなゴールドがあったらリアルなゴールドにしてる。時々あるんよ、リアルなゴールド。もうね、その時は2杯いきますね。好きなんだよね、味が。めっちゃ美味しいよ、焼き鳥にめっちゃ合う。しかもライブの後とかだったらさらに。酒飲まん。今年飲んでない。なんだっけ、ロケ、別府のロケん時にクラフトビールちょっと飲んで、それぐらい。あれ今年だっけな。そう、伸びしろ、そうそう、伸びしろですね。伸びしろですねって飲んで、感想言ったりして、
苦い。苦味がありますね。でけん。うん、でもそんぐらいですね。飲んでない。それ以外。でもお酒ね、なんか好きになるともう抜け出せんくなりそうですね。よく皆さん飲み会とか行ってるし、ライブの後飲み会行ってる。あ、まひなさんね。まひなさんも好きやもんね。お酒飲んでもさ、ちょっとガチ系でさ、あの体調がさ良くなくなるんだよね。結構なんかあの先輩とご飯行った時とかは合わせて飲んだりしたりしていたんですけど、一杯でなんか立ち上がったらこれ視界がみたいな。視界、あれ視界がなって、一回ね本当に座ったんよ。途中座ってなんか気づいたらあれってえってなって一瞬でも気づいたらなんかもう青くなってて冷めてあー冷めたわってとりあえず全然立てるみたいな。で、そう戻って席に戻ったら、あれ？なんか大丈夫？なんか顔が面白いよって分かりますか？みたいな。さっきちょっとちょっと座っちゃってみたいな。全然顔の赤が色が変わってたから大丈夫って言われて、はい、大丈夫です、すいませんってちょっと水飲みます。でも本当になんか一杯でもなんか一気に飲んだらダメなんやなと思った。ちゃんとなんか食べながらねちびちび飲んだ方がいいですね、飲むなら。そうなんよね。え、なんかその時焼肉行ってて、で焼肉来る前に何も食べるものとかないから飲んだんですよね。3分の1ぐらいは飲んでて。そうなんですよ、食べる前はダメなんですよね。すごい、うん、ありがとうございます、プロ。プロがありがとうございます。私はもうしでかしました。だけどそんなにあんまりいい思い出がないからな。いろんなプロのお言葉がありがとうございます。
もうね、経験者だから。本当よ。オッケー、もうそう。今年は本当。オッケー、それか分からんけど、その後先輩とあのご飯行っても先輩がなんかじゃあ先にジンジャーエールでとか。いいんですかって飲まなくていいんですかって、うん明日もあるからみたいな、ちょっと気使ってもらってるんかなみたいな思いながら、ちょっと申し訳ないなと思いながら、ね、そうだね、多分私じゃなかったらもしかしてみたい、それから飲んでない、ありがたいわ、うん、そう、ジンジャーエールは美味しい。そうなんよね、だけん私飲める、うん、飲めんことはないけど、どっちかっていうとジュースがいいけど、あ、そう、さやりんちゃん、うん、そうね、全然。確かに2期生どうなんだろう、私とご飯行くと、そう無理にお酒を飲まなくて良くなります。そうだよ、このままだと来年はアルコールゼロかもしれん。なんだっけ、肝臓だっけ、なんだっけ、私の肝臓はね綺麗です。見せたいよ。
て見せたいよ。どう写真撮れるん？写真見せる？私も全部綺麗かもしれない。レントゲン？なんかレントゲン、そう、撮ってもらってもさ、なんかさ、写真撮っていいですかって言うとさ、えってなりそうで、なんか言えんのよね。あー、そういうことか。もらってないな。バリウム。あ、それは何？あのね、人間ドック？人間ドック受けたことないです。なんか貧血って言われそう。そんな予感がする。でもこんな内臓の写真集発売してもどうなんやろ。在庫販売にしてソールドアウトになるかわからない。えみたいな。これ在庫販売ですよねみたいな。なんかずっとあるんですけど、ずっとページに残ってる。確かにね。もうみんなにした、みんな全メンバーの健康診断がてらさ、もうさ、全メンバーアイドルの。うん、やってから。ページめくったら見開きで高尾さやか。怖いねー。怖いね。確かに。それでどうするの肝臓。肝臓ちょっとえみたいな、みんなと違うみたいになったらどうしよう。誰みたいな。ね、そう。内臓の話になるお話か。そういえばサヤの内臓さ、こうだからさ。気をつけた方がいいよ。そんなお話し会になるから。
俺も怖い。まあそうだね、健康でありたい。腎臓なんかもうすごいね。でもいろんなこう臓器があるんだよね、人間すごいな。心臓ね、動いてるもんね。この前久々にライブの前に心臓の音を確認した。なんか緊張して心臓が。ドクドク言ってました。うん、めっちゃ早かった。聞くっていうか聞こえるっていうかさ、もう自分だからわかるくない？そういう時ないの？そうそうそう。ドクドク言いましたわ。1分間200回か、すごいね。だってさ、寝てる時もでしょ。すごいよね。いや、すごいわ。ね。本当ですよ。休ませたいですけどね。うん。休ませたいよ。あ、すごいんだろうね。でも自分の心臓見てみたいな。どんな形をしていて、どんな色をしているのか。
レントゲンでわかる。ハートちゃんじゃないね。CT。ハート。ハート型かもしれないよね。もしかしたら。ハートだ。さすがじゃない。研究対象になるのは嫌だな。研究対象になりたくない。だからやめとこ。隠さなきゃ。隠せよ。50年後にもしまだこの世界にいたら、考えるかもしれん。最後に ギネスに乗ろうかな。なんか言い方がちょっと ギラになってしまう。このままだと、このままだとギラになる。
ギラになる前に。ね、よし大丈夫です。今日日曜日か。今日は日曜日よね。昼です。日曜日の昼です。よし、こんな感じしないな、なんか。そういえば最近買ったさ、服がさ、今日見たらさ、2000円オフになっててさ、2000円オフクーポン使えててさ、ってなりました。見たくなかったよ、見たくなかったよ私は。マイスカード、この前は自分が買った後ジッパーオフになったし、マジか。しかも自分は会員登録みたいな、メール会員みたいななっとってで 20% オフで予約したんですけど、そしたら今日見たら 20% オフの2000円オフって書いてあって、そんなに、そうなることを予想していなくてさ、マジか。そんな、めっちゃ最近の新作なのに、そこまでもうそこまでと思ったけど、読めなかったよ、まさかの展開。でもそうだよね、そのブランドさんにとってはさ、よかったよね。そう思うしかないよ。あとはこれからの学びになりました。
でもすごいよね、そんなクーポンすごいなと思った。よいしょ。結局はこうなります。また悲しいことがあったら共有しますね。嬉しいことも言うよ。何でも言うね。だからこの2000円オフがクーポンが悔しいから、もう逆に何かに違うもの買おうかなってなってるから、それもそれでさ、作戦だよね。なんか買おうとしてるもん。でも別にそんないいんだよね。いや、その服が可愛いと思ってゲットしたんだけど、いや別にあと他にはみたいな、まあ、これ可愛いけどみたいな、可愛いけどさ、ってなってるから、ってなったらもうダメだな。そうよ、このクーポンはずるいね。あれこそ、あれこそずるいわ。可愛くない。ズルズルです。ズルズル。ズルいよね。いろんな話題に使えそうな。ずるいよねー。
しかも2000円ってとこがね、2って、そうそうそう。だん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 クーポンがもう可愛い名前してるけどずるいよね。クーポンってクーポン、クーポン売りそうよね。クーポンです、売りそう、クーポン。クーポン売りそう。ちゃんとクーでウがちっちゃい、ウでポン、クーポンね。クーポン売りそう。ですか、結局ポンちゃんになりそう。クーポンことなんとかクーコです、ポンちゃん。結構やばい。クーコかわいいよ。クーコかわいい。あ、笑いましたわ。
よいしょ。配信といえどもさ、自分が すぎてなんか夢か現実か分かんなくなってくる。夢なのか現実なのか、これは現実、現実だしリアルタイムで全世界に配信されているの。すごいね。すごいですよ。増えたよね。こんなにあったっけ。こんなにあった。なんかこんなに持ち上がろう。見た今。こんなにあったの。触らせないよ。夢だったらいいよ。夢だったらな。今は現実です。
じゃないよ。よっ。みんなが夢と思うなら夢かな。みんながここが夢って思うなら夢だ、夢かもしれない。でも分かる、このシーンこのシーン何回も見たんだけど、ディディンディンディディン、このシーンがあるんよ。また見たいな。最近ないよね、ターミネーター。結局あれって、自分もいなくなることによって、その方が、なんかそのターミネーター同士の争いは生まれないという意味の自分からってことですよね。そういうこと。ああ。それが2だっけ？あれが 2?3?4?3? うん、あったもんね。2が水みたいなやつか。3が、ああ、女？え、3? え、4は4 4ない。ちょっと待って、どんな感じ ?3 だって、 3?0 もあるよね。あ、これか、鉄みたいな。いや、もう画像見えたけど面白そうだもん。
ターミネーター、怖い、画像だけで、うん、顔の表情が変わらんからさ。3、あ、これやば、めっちゃ懐かしい。3めっちゃ見たよ私、めっちゃ強かったやんこれ、めちゃくちゃ強かったやつやん。やば懐かしい、これめっちゃ見たわ。そう、なんかターミネーターね、そう、なんかちっちゃい頃そうよく見とった。うわっ、2懐かしい、これこれ画像見たらめっちゃ懐かしいわ。ちょっとここで言うと表現が難しくて、ちょっと多分バンされるかもしれないんですけど、懐かしいよこのね、このもう顔がね、小さい時怖かったんや、この警察のなんか真似しとるんよね、真似しとるっていうか、うわー懐かしい。どんだけ攻撃してもさ戻るんですよね。あ、そうそう、変えれるんよね、顔。懐かしいわ。そう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 、やったー、本当だ、サイアンにもなれる、確かに騙されんようにね、みんな。私と思っても私じゃない可能性もあるから、騙されんように。喋るっけ、喋らんけ。でも冬になったらホームアローンが構造されそう。クリスマスシーズン。それか、
ドゥン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 はい、じゃない？それか、もしかしたら入れ替わってるかもしれん。あ、それは正月かも。正月らへん入れ替わってるが放送される可能性もある。どう？入れ替わりたくない。私と入れ替わりたいですか？なんか言い合いの方が多くない？なんか言い合いの方が多い。あ、一瞬でバレるやろね。死んでバレるな。でもみんなはわかるかもしれんけど、私のなったらどうすればいいか。私が皆さんに変わったら何すればいいかわからない。って何すればいいの？とりあえず無断欠勤。とりあえず無断欠勤だわ。電話がかかってきたら何してるんだ。今日休みます。それは許せれない。来いって。すいません、どこですか？
え、どこでしたっけ？え、てかここどこですか？そう、何も知らんけんね。うん、して戻ったらね、あれ。なんか人生が変わってるって。みんなは入れ替わったら、まずは東京、東京でショーケースライブして。ショーケースライブして、で生誕祭して、でお話し会して、でフフ歌はわかるでしょ。歌はわかるやん。で、そう、毎日配信して。やってくださいな。やめてよ、塩対応しないでね。みんなびっくりするから。神対応だからな私。神対応だから。なんか最近サーヤンさ、話がちょっと通じないんだよね。みたいになる。なんか言われるじゃん絶対。ハッシュタグ高尾さやか、なんか違いました。まあ、いつもと違うサーヤンも、まあ、たまにはありかなって。今日は僕の誕生日、おめでた。まさふみさん、茨城県。確かに一番あれだね、公園が大変だね。でも振りコピーしてる方もおるやん。振りコピーしてる方ならまだ。確かにダンスの先生に言われるよ。ちょっと高尾後で来てください。ギク。
レッスンならできる、できると思う。レッスン、ほんとか、レッスンむずいぞ、思ったより。思ったよりむずいぞ、レッスン。踊る方が簡単よ。ファンの方見つけるのも余裕ないと無理。うわ、簡単に思っとるんか、レスを。よくないな、よくないな。ちょっと分からせてあげたいわ分からせてあげたいわ、これ分からせてからも、サーヤンごめんって思ってもらうまで分からせてあげたいわ思ってるんですよ、簡単だって。どうやって分からそうかな サイアンジョークですよ。サイアンジョークですよ。まずマイク持って。動くだけでも結構大変だから、ね、一応考えとこうかな、どうやってどうやるか。ありがとうございます。会話が盛り上がりました、ありがとうございますが盛り上がりました。確かにもうすぐ3時だ。まったりだな。やつ、あ、そうなんや。あ、アイス食べたいな。
食べたいかもな。あ、そう、今日ゲラジある。そうなんです。ホケラジ、ホケラジ、こちらですね。毎週日曜日22時今週と来週の日曜日10時ホケラジ。マヒナ先生、ヤンチュまったりな。今週、今日はなんかモヤモヤに、ゲストのモヤモヤに、なんだろう、マヒナ先生がそのモヤモヤを聞いてくれるみたいなやつなんですよ。今日はリア中のモヤモヤで、来週は私のモヤモヤです。See you.
週の日曜日。48の保健室ラジオ。ポチッ。こんにちは。なんかいっぱいこんにちは。なんかいっぱいこんにちは。何え？なんだ？なんだ？3時になった瞬間にミッションのなんだ。三時になった瞬間のミッション。すごい、こんなにこんにちは。すごい、ミッションコメントが。びっくりした。私がポチってした後急に。急になんか変わったからびっくりしたよ。こんちにはこんちにはこんちにはこんにちは。こんにちは。待って、だんだん目がちょっと。なんか目が今ちょっと。どうにかなりそうでした。動体視力が急に。あとは頼んだ。あとは頼んだ。ということで、お、だんだんこんにちはがいなくなりました。
本当だ、盛り上がりがすごいです。日曜のお昼すごいな。これから日曜日は昼に配信するのもありですね。あはははは。お昼も嬉しいの。お昼嬉しい方もおるよね、そりゃ。夜多いけど。土日はね、結構埋まってますね。と言って、あさっても昼配信の可能性ありですね。夜配信できなさそうな気がします。ああ、まあ分かんないけど、明日になったら分かるかな。ありませぬがな。どうも。あくびかわいすぎた。え、映ってた？マジか。あくび一回したら止まらんくなるんよね。アイス食べたいな。うん。だんだん寝る前ぐらいの酸素量になってきてるんであろう。ぼちぼち配信も終わりですな。
ぼちぼちね。ぼちぼちのぼちです。うち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 。あれ今日17日か。なんか食べようかな。なんか食べるのもありですな。でも珍しくお腹空いてはない。こういう時は？でもなんか食べとかんとな。あくびをした時から急に眠くなってきて。なんか食べようと。
よし、起きた。よし、起きたぞ。一番 STU の中でさ、低いさ、歌さ、青春各駅停車ですよね。旅に出よう、どんな夢かは忘れてしまったよ。子供の頃によく見ていた夢を大人になって忘れたんだろう。そんな程度の憧れってことさ。低い。手を伸ばせば無理をしながら誰かと競って負けたりして勝つためには辛くもなっていく。自分が嫌いになった。歌いやすい。あんな方は歌いやすい。確かに独り言。いつもとは違う反対のホームからガラガラの電車に、ここか、衝動的に乗った。どこへ向かうのか行き先は知らない。今日は人混みで足を踏まれたくない。
つもとは違う。どんな夢かは、いや、各駅停車がやっぱりどんな夢かは忘れてしまったよ。他にもある。なんか笑顔のチャンスも、会いたくなる子供の頃、あ、幼い頃か、幼い頃、幼い頃喧嘩して、負けた僕に普段から無口な父親にこう言われた。子供の頃に幼い頃喧嘩して負けた僕に普段から無口な父親にこう言われた。人間関係、人間関係高くない？あ、風松低い、めっちゃ先見てた夢を思い出せないすぐ消えてしまって切なくなるんだ。いや、そろそろ終わろう。大好きな人、確かに愛、愛とは何なのか、やっと君のためならば我慢できるよ。愛、愛とは。ペダルも意外と低い。一体誰のために全然歌えるけど、走り続けてるのかふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。意外と低いなと思った。なおさん、ビーツさん、マイセンタン、F 渋谷さん、釣りけんさん、エビスさん、ラクラクさん、南波の久人さん、神戸のヒッキーさん、ノブさん、ムラさん、サトケンさん、ケンタロウちゃん、セイヤンさん、コッペさん、モビリーさん、カズキンさん、広島港さん、マサさん、ヤマさん、良平さん、猫のおかずさん、鳥取太郎さん、ナリさん、ヒデさん、ファルコンさん、菩薩さん、カゾウさん、二の丸さん、舘様、フジポンさん、幻さん、ゆうきさん、ケリーさん、まさかさん、ありがとう。
てさて、ありがとうな。ありがとな。まったりでしたな。じゃ、バイバイ。